僕にとっての風景写真っていうのは、まあ、僕自身が気持ちよくなるためのものと言ってもいいんですよね。ですから撮ってる時に自然に触れて気持ちいいというのもありますし、対象が自然じゃないことももちろんあります。であとは撮って、それから処理をこの後まあいろいろ紹介しますけれども、そういった処理を通しながらも自分の気持ちいいという設定を見つけていくっていうのが、こういった写真をやっていて楽しいところかなと思いますね。もちろん風景、自体も、いろんなところに行って出会うのはね、面白いんですけれども、撮って作り上げていく、その楽しみの中にも気持ちよさを見つけるっていうのが、僕にとっての風景写真じゃないかなと思いますね。はい。今回僕はデジタルカメラの、ロー形式で撮影したデータからですね、元はこういうカラーのデータなんですが、カメラ付属のソフトウェアの方で、モノクロ化しています。で、さらにモノクロ化するときにですね、この、ハイライトを重視した、かなり暗く、変換したもの、それからですね、もう一つ、はい、シャドウをベースにして、かなり暗いところを明るく、作ったデータ、この2点を重ね合わせて、階調重視の、画像を作っていきたいと思います。で、さらには、モノクロフィルムの頃から、やってますけれども、追い焼き、焼き込みなどを使って、追い込んで作品を作っていきたいなと思います。先ほど、お話ししたこちら、シャドウベースの明るい画像とハイライトベースの暗い画像、必ずこの、ハイライトベースの暗い画像の上にこの明るい画像を重ねます。まずこの全てを選択して、これはもう、簡単にコピーをしてあげます。で、次にハイライトベースのこの暗い画像の上で、ペーストして、はい、上にはこの明るい画像しか見えませんけれども、レイヤーのところを見ていただけると2段重なっているのがわかるかと思います。タブレットのこちらのペンの方に持ち替えまして、ここで使うのは、消しゴムツールを使います。通常の消しゴムツールです。で、ブラシのサイズ等ですね、まあ、これは絵柄によってどのサイズがいいかというのは変わってきますので、画面に運びながら、適度なサイズを見つけていきます。で、必ず調整したいのがこの不透明度を落とすということ。かなり落とします。微妙な処理を重ねていきます。この流量もかなり、絞っていきます。はい。で、筆圧感知をオンにしておきまして、こういったハイライト部分、できればこうやって拡大しながらですね、はい、こういう白飛びしているところで、こすっていきます。で、一度では効果は分かりにくいんですが、重ねてこすっていきますと、表の明るい画像が、うっすらと消えていって、下にある濃い画像が浮かび上がって、白飛びだった部分に階調が、戻ってきます。こういった雪景色の白飛びしている部分、白飛びに近い部分を、このようにやっていきます。分かりやすく、どのような変化が出ているかを分かりやすくするのであれば、不透明度をちょっと大きく上げまして、こうやって、こすってあげますと、分かりやすくなってくるかと思います。流量も少し上げましょう。はい、これぐらいやってあげると分かりやすいかと思います。背中の消しゴムツールの方を使ってもいいんですけれども、私はこちらのペン先の方を使ってだいたいこすっていきます。細かいところはかなり傾けたりですとか、筆圧を変えたりしながら、細かくこの辺は、調整して、消していきます。細かいところを見ながらですね、下の濃い階調を、ちゃんと出していってですね、細かいところ全体を見渡していきます。大きく拡大しても見るんですけれども、このファンクションボタンと、トラックパッドで、画像拡大縮小、このように行って、全体を見たり細かい部分を見たりを繰り返して、全体のこの階調がきれいに出てるかを確認します。確認ができましたら、今度はこのレイヤーをすべて統一してしまいます。せっかく分けてあるんですけれども、このまま後ほど、追い焼きや焼き込みをやってしまいますと、トーンとかにムラが出てしまうことがありますので、ここでしっかりと一度レイヤーを一つに統合してしまいます。はい、これで一つのレイヤーになりましたので、この後追い焼き焼き込みをかけていきます。